ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、まだこれから入ってくる人もいるだろうから、はい、ちょっとだけ今4人ぐらい見に来てくれてる人もいます。ありがとうございます。すごいすごい。あ、本当だ、こういう感じになってんだ。見えた見えた。すごい。はい、こんな直前なのにこう入ってきて。見えた見えた。あ、そういう感じで見えるんだ。面白い。見てるの。携帯でも見とこう、これ、同時で。7人入ってきてくれてる。すごい。すごい。嬉しい、嬉しい。どん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 シェアしていただいて構わないので。ナミちゃんにプレッシャーかけるね。私も初デビューですよ、これ。ねー、おめでとうございます。いよいよ、いよいよ表に出てくる時が来ました。ちょっとね、互いにナム今緊張してると思うので、そうですね、とりあえずやさか歌いましょうか。はい、ですね。一番がいいな、一番が。一番歌いますか。あ、その前にやさかわしょいたいそうですか。おう、やさかわしょい、うん、で、なにで、そっから。じゃあ、んやさかはこうやって、やさかわっしょー、はい、これ5回ぐらい。あ、そういう感じ。そうそうそう。緊張してるから。やさかやさかわっしょー。え、これクラスするの、こうやって。やさかあ、クラスしてわっしょい。やさかわっしょーい、やさかわっしょーい、いわさかー、元気だまーみたいなね。元気だまー。では、一番歌うか。はい。今を心のふるさとへ、わっしょい、生きる命のありがたさ、わっしょい、いやさか、やさか、いやさか、いやさかさ、すべてのとらわれてはなければ、わっしょい、わっしょい、この世は楽しいことだらけ、わっしょい、いやさか、いやさかさ、人との出会いは宝物、つむく未来は着物うつめ、わっしょい、わっしょい、いやさか、いやさか、いやさか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 、わっしょーい。はーい、初めて一緒に歌えた。毎日歌ってるけど初めてだ。一緒に歌えて嬉しい。あの、うちの田田君が何が行われているんだろうっていう表情を見てる。なんか歌ってる間1回9人ぐらいに増えた。本当に、うんうん、今8人ぐらいの方が見てくれてる。すごい、ありがとう。なんかもうすでに終わってもいいんじゃないかな。はい、よっしゃ。はい、あ、ひろみちゃんも見てくれてる。あ、本当に、うんうん、ありがたい、ありがたい、うん、あのね、あの見てるよってコメントくれても嬉しいです。ぜひぜひこちらもモチベーションになりますので、うんうん、ね、一緒に共に、ね、この場を作っていただけたらと思います。はい、もうシェアも全然大歓迎です。皆さん少しでも見ていただけるように。はい、よろしくお願いします。
はい、ではですね、これから、神様セラピーを、公開でさせていただくということで、お相手は、新潟県は長岡市より、檜山奈美さんに登場いただきます、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、めっちゃ楽しみ、ねえ、すごい前から楽しみ。そうそうそう、ずっと前からなんかタイミングを見てなんか、ね、なんか今かなと思って5月に、うんうん、はい、そう、僕の誕生日も明けて、はい、それでね、神様セラピーっていうのね、あの初めて聞く方もいると思うので簡単に説明だけさせていただければと思うんですけども、声ってちゃんと聞こえてる？聞こえてます。ありがとうございます。あの神様セラピーっていうのは一応その方の魂を、うちの、妻である、エリちゃんがリーディングさせてもらって、そしてその魂の中にこう見え隠れするその人の内在する神様っていうのをお伝えするっていうものです。でそれは決してその自分とは違う神様に守ってもらってるとかそういうことをお話ではなくて、そのリーディングした方そのものを表す神様、すなわちその方がそのどういう神様の御霊として今世を生きているかってことをお伝えするっていうものなので、もうその神様セラピーを通して自分は神どういう神様の役割を持って今ここに、生きているのか、つまり神として人を生きるっていう感覚をそれを通して思い出していくっていうものでもあります。なので基本的に神様と私は違うものっていうスタンスではなくて、神様は私の中にいるっていうスタンス、すなわち神社に行って鏡を見て手を合わせて神様お願いしますって言ってるけど、実は鏡に映ってるのは自分だから、その中で自分の中に神様がいるってことを気づくっていうのが本来の神社の参拝の意味であるっていうことを、まあ、ベースにしながら自分の中にいる神様っていうものとの対話っていうのをこの神様セラピーはしていくものでございます。そういう意味で、なみちゃんの中にいる神様を、今回はエリちゃんに、リーディングしていただいたので、言うたらなみちゃんの今世での魂の約束を丸裸にしようという企画でございます。めっちゃ楽しみ。公開だからね。ね、公開ですよね。はい、自己紹介よかったですか。あ、じゃあ簡単になみちゃん自己紹介しますか。あ、私ですか。はい、はい、新潟県長岡市に住んでいます。檜山奈美と言います。みんなからは奈美ちゃんと呼ばれているので奈美ちゃんと呼んでもらえたら嬉しいです。はい、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そしたら早速やりますか。はい、早速、はい、よろしくお願いします。お願いします。ドキドキ。なみちゃんのね、あの魂から満たしてもらったんですけれども、うん、あの満たせていただくときにその方の守護神だったり、そういう方々にご挨拶をしてからやっていただくんですけれども、うんうん、とにかくなみちゃんはご先祖様にめちゃくちゃ守られていて、ご先祖様の挨拶をいっぱいしてからさせてもらいました。おじいちゃんだったりおばあさんだったり、すごい。ご先祖様の、ね、うん、守られているからこそ挨拶しないとね。そうそうなんおじいちゃんおばあちゃんもみんな亡くなってて、はいはいはい、めちゃくちゃ大事にしてくれてみたいです。でもそんなの感じてますね。なんか守られてるそういうところから入っていくんですけど、でもうなみちゃんは本当にこう水晶のようなクリアな魂で、すっごいピュアで、でも そうだからこそこう何かその人からすごいひどいことをされるとものすごく傷つきやすかったりとか自己不信になってしまったりするぐらいもうめちゃくちゃ透き通ったような魂でした。はい、でそんななみちゃんのそのものの神様っていうのを3人挙げさせていただきます。はい、はい、ちょっとね、あまり馴染みがない神様もいらっしゃる。結構マニアックな人。すごい面白い。はい、うん、はい、はい、一人目は、はい、はい、雨のひぼこさん。あれ聞いたことないよ。あれって感じ。
相当ぼこさん、初めて聞いた、うん、聞いたことある人の方が少ないと思う。うんうんうん、まあ、でも地域によってはその主催神だったりする。で、この雨の日ぼこさんはね、兵庫県の氷花っていう市があるんですよ。コウノトリで有名な。兵庫県の、もう一回ですか？豊岡市。豊岡市。うんうんうん。豊かな丘の市で。はいはいはい。豊岡市。はい、うんうん。ね、そこに、伊豆市っていう、町があるんですね。で伊豆市とかとかで有名で、出る石って書いて伊豆市。で、そこの伊豆市神社っていうのが、田島の国の一宮になっているんですよ。うんうんうん、伊豆市神社。そうそうそう。うんうん、で、そこの主催神が雨の日ぼこさんなんです。なんかひろみちゃんがリンク貼ってくれてるんだけど。ありがとう、ひろみちゃんがリンクやってくれてる。ありがとうね、ひろみちゃん。おーい。なんかマネージャーみたいな。ね、ありがとうございます。そうそうそう。ね、ひぼこさんっていうのはね、もともと新羅の国の王子なんですよ。あ、男なんですか？男の人。へぇ、すごい、こう、めちゃくちゃ、めちゃくちゃね、頼もしい。うん、めちゃくちゃかっこいいんです。めちゃくちゃかっこいいの。めちゃくちゃ男前な神様です。へぇ、惚れます。ね、で、実際にそのひぼこさんに惚れ込んで海を渡ってきた女性もいるぐらい。へぇ、そう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 。そう、新羅ってもともとね、朝鮮半島に新羅と百済と高句麗とかそういう国があったんですよ。うんうんうん、うんうん、で、その三国が有名で朝鮮半島を三分割してたんですけど、うんうん、それプラス美麻那っていう国もあって、その美麻那っていうのが日本と一番こうご縁が深い国で、うんうんうん、日本の一部みたいな感覚だった朝鮮半島、今の釜山あたりを治めていた国だったんですけども、うんうんうん、その美麻那のお姫さんがこの新羅、新羅は朝鮮半島の右側なんですね。うんうんうん、一番だからそれこそ新潟とかに一番行きやすい場所ですね。朝鮮半島でも左側半分が百済で、右側半分が新羅って感じなので、新羅から出るとむしろ福岡の方には出るのは難しくて、そのままこう海を渡って石川の能登だったりとか新潟あたりにこう漂着しそうな感じの場所なんですよ。で、そういう場所の王子さんがいらっしゃって、で、その、それが雨の日ぼこさんなんですよ。で、その日ぼこさんと恋に落ちて、日ぼこさんを追いかけて海を渡ってきたのが明る姫っていうからの明る姫。明る姫。それは唐の国って言って、さっきの美麻那の国が違う王子とお姫様なんだよね。そうそうそう。うん、で、ひぼこさんの方は日本海側に多分上陸するんですよね。それで最初は豊岡の方に入ってくる田島。で、そこからいろいろ転々としながら、こう最終的にいろいろ多分福井あたりまでは来てるんですけども、そこからまた最後豊岡の方に戻って。最後そこの国を治めることになる、日本でもすごく大事にされて、でも実際にね、神社にはその明る姫さんが追いかけられたっていう、なんか 逆説、ね、そうそう、今の普通のね、神話とか調べていくと、明る姫さんを追いかけて日本に渡ってきたみたいな感じの、かっこ悪い男として描かれてるんですよ。かれてちょっとなんかもう女好きでなんかね、そんな感じなんだけど、でもうちらがなんかこうつながって対話してきた雨の日ぼこさんは、むしろこうなんかそういうんじゃなくて、むしろその明る姫さんにどんだけ追いかけられようが、自分のなすべきことをなすっていうすごい責任感の、明る姫さんがだからこそ惚れてるみたいな感じ。とにかく仲間をめちゃくちゃ大事にするんですよ。で、仲間を大事にして責任感が強くて、任されたことはきっちりやるっていう、そういう感じの方です。へえ。
途中で投げ出さないし、仲間も絶対見捨てないっていう、そう、すごい大事にする。あ、なんか多分私が今や仲間を大事にするってこのひぼこさんのあれかなと思って。なんかね、同性が見ても惚れるぐらいの、ほんと男と思うような、そういう存在ですね。その姿がまた人を引きつける、信頼されるんです。そうなんです。だから本当に、日本という国では、なんかこう、日本人じゃないから、ね、もともと日本という国に渡ってきた新羅の王子なんだけども、うん、おー、うん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 、変わらずもう本当にその田島の国をしっかり任されて、最初からもここでお前たちあなたたち住んでくださいって言われてたんだけども、うん、もうちょっと他の場所も見たいからって言って、うんうん、点々と見て回ったんだけど、やっぱり私はここで、はい、あの、うんうん、ここで、まあ、骨をうずめます的な感じで、うんうん、あの田島国にとどまって、そこをしっかりと立派に収め上げた方なんですよ。うんうん、すごいな。すごい人だ。そうなんですよ。それがダミちゃん。そう。すごい。すごいな。朝鮮から渡ってきたと。そう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 。へえ、すごいな。この新羅ね、新羅。新羅ってところ。うんうんうん。でそしてこの国をやっぱりまとめようっていう気持ちで関わっていった。うん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 。ひぼこさんとね、あの、まあ、むすひって、あの神様、内なる神様とね、結び直すっていうセッションをさせてもらう、うんうん、あ、その神様セラピーの延長線上にそういうセッションが、ね、うんうんうん、あの、内なる神様との結び直しを、その神様のエネルギーが宿っている場所に行って、まあ、人と輪をつなぐっていうセッションをむすひってさせてもらってるんですけども、雨のひぼこさんも実際むすひをいくつかさせてもらってます。うん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 、で伊豆市の方にも行きましたし、うんうんうん、それでつながった時になぜかね毎回ね「君が代」を歌うことになるんですよ。すごい、うんうん、そうだからその多分そのひぼこさんの中でも、うんうん、やっぱりこうこの異なる民族同士が、うんうん、こう力を合わせて結束していくこと、うんうんうん、大切さっていうことをすごく感じてたんじゃないかなと思、うん、そしてそれはより一層、うんうん、国からやってきたからこそその重要性を強く実感してたんじゃないのかなと思う。もともと日本に住んでる、日本列島に住んでる人たちからしたらもうもともとからこう違うから違ってきたで、あんまりこうそこを一緒になろうとかって思わないんだけども、うんうんうん、でももう外から入ってくると外の視点があるから、なんで同じところに住んでるのに対立し合ってるんだろうって逆にすごい不思議に思うんですよね。うん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 、で逆にその象徴的なのがやっぱりその、明る姫さんとのストーリーなんですよね。うんうん、ひぼこさんと明る姫さんは向こうだったらこう国が違うから一緒になれないんですよ。うん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 、だけどもこっちだったらやっぱりこう日本ってもうその前にあの和の国として聖徳太子がね、これは本当に和をもって尊しとなすって言って、この違う民族違うルーツを持った人たちだけれども一つのこの日本国として、まあ日本っていう概念はなかったけれども、でも協力し合って国づくりをしていこうっていう発想が日本には文化的な精神性のベースとしてあるんですよね。そのベースの中に行くと向こうの朝鮮半島では対立し合っていた民族も、うんうんうん、日本に渡ってきたら協力し合おうっていう気持ちになってくるんですよ。うんうんうん、でそういう象徴的な場所が実は滋賀県の、あ、じゃあ、うん、府県の、あの南宮大社っていうところがあるんですけど、岐阜県、うん、南宮大社、そうそう、南の宮のね大社って書いて南宮大社っていうのがあって、うん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 、そこはね、金山彦っていうね、うんうん、なんか長くなるんだけどまあその鉱物の神様と言われている金山彦さんっていう方をお祭りしていて、金山彦、そうそうそう、で金山彦さんが象徴するものはまさに君が代の精神なんですよ。へえ、飾れ石が元々で、うんうんうん、苔の蒸すまで、うんうんうん、細かい小さな石がより集まって大きな岩となって、そこから、うん、
緑が繁茂して豊かさが生い茂っていくっていう、そういうイメージがまさに君が代が象徴している歌詞の中に込められているメッセージなんだけども、そのまさにそのさざれ小さな意志っていうのは一つ一つの民族の意志なんですよ。うん、意志が別々の意志が組み合わさって一つの大きな国家として一つの組織として機能していくっていう、そういう象徴がさざれ石であって、それを象徴しているのが金山彦っていう神様なんですね。その金山彦を、まあ、崇拝する仲間たちでコミュニティがこの南宮大社のある南宮山っていうところにできたんですよ。そこには白木もコウクリもクダラも関係なく、いろんな民族が共同のコミュニティ作ってたんですよ。まさにあの大ちゃんの俵山温泉みたいな感じのいろんな、ね、県も違うし価値観も違うし、ね、あのルーツも違うけども、でも一つのコミュニティを作って何か新しい価値をしていこうっていう、そういうコミュニティがその南宮大社、岐阜県の南宮大社にあったんですよね。それを象徴した金山っていう一体の精神だったんですよ。でそれを雨の日ぼこ自身もすごく大事にしてた、とってもとっても大事にしてて、やっぱりこう、ね、民族の違いを超えて、ていくっていうことがこの日本ね、この朝鮮半島ではないこの日本列島だったらできるかもしれないっていうふうに可能性を感じて、彼はこの日本に骨を埋めることを決めたんですよ。すごいな、ちょっとなんか偉大なんだけど偉大ですよ。なんかその君が代って一時期、なんか私が高校生ぐらいの時に、なんだろう、暗いとかなんかこう評判が、まあ、両論、賛否両論出ても歌わなくていいっていう風になっちゃって、でもなんか私もよく分かんないし、君が代の歌の意味が本当にみんな分かっているのかも分からないし、た時に本当に君が代の意味を読み解くっていうのが今翔平さんに言ってた、なんか脳になんかすごい詰まってて、なんかそこもちょっと勉強したいなって思いました、君が代の本当の意味。なんか曲調が結構こう他の国家とかに比べるとこうなんていうの、ちょっと暗いとか言われたりとかもするけど、本当の意味ってさざれ石って一人一人の民族がとかそういうことは知らないから、そこはなんか日本人として勉強することなのかなって今すごい思いました。本当に違いを超えてさざれ石、意思だからね、一人一人の意思だから、その違いを超えて大切なもの同士を超えて、みんなが一つにつながっていく。君が代の君っていうのはイザナキの木とイザナミの実なんですよね。イザナミとイザナギ？そうそうそう。イザナキ、イザナミなんですよ。で、木の世界と実の世界。あ、この木と実なんだ。じゃ男性性と女性性っていう意味もあるんですか？意味もある。いろんな意味があるんだけども、でも一番根本にはその木の世界っていうのは目に見えない世界、形のない世界、そして実の世界っていうのは形のある世界、見える世界、実の世界、見えない世界と見える世界、世界と形のない世界。深いな。それのようなんですよ。それが一つの意味がよ。ね、解釈が。ありますけど、なんか自分なりに、ね、感じていくっていうのも大事なのかなと思いますね。二人目いきますか。二人目も多分知らないと思います。知らない。はい、雨のほひさん。知らない。雨のほひさん。雨のがつくんだね。そうですね。そこポイントかな。雨のほひさんは
出雲大社に深く関わりのある人です、うんうん、出雲大社にいる。出雲大社にもお祭りはされてます。で、出雲大社で言えば大国主さんがすごい有名なんだけども、うんうんうん、大国主さんっていうのはこの地上社会を地上世界を治める総責任者だったんですよ。で、神話の世界は地上の世界と天の世界があったんですね。って言ったらこの三層に分かれているイメージ。天の境目と地の境目があったときに、この天の上のことを天上って言います。地の下のことを地上って言います。この間、間の上半分を天より下で天下っていう、この辺。で、この上、地から上の部分を地上って言います。だからこの真ん中の国を天下と地上を合わせて、これで中津国って言うんですよ。天下と地上です、天より下の天下と地より上の地上を合わせて、中津国って言うんですね。中津国。中津国。が上と下の真ん中だから、中津国。おーおーおーおお、真ん中の国ってこと、うんうんうん、でここの中でもこの地上を担当してたのが大国主さん。地上担当、大国主、地上担当していた大国主さんと国譲りの交渉をして天下を任されていた二荷さんが、まあ、協力し合うことになったので、それで地上と天下が重なって、でその重なるところの、まあ、メインとなった舞台がまさに中国地方、出雲とかあの辺の中国地方だったから、中国地方っていう名前の由来っていうのはこの天下と地上が合わさった中津国で中国地方って呼ぶんです。天下と地上が合わさったの中国地方。中津国。中津国、うん、中津国。あれ私天下と地上でがで合わさったのが中津国。今中国地方って言わなかった？そう、中国地方ってなんで中国地方って言うと思う？あ、中だから中津国。おー、おお、遅い。遅い。あ、ほうほうほう。うんうんうん。あれ、中国地方ってどこだっけ？あ、そういう感じね。あれ、どこだっけ？わかんなくなっちゃった。よくわかんない。日本の。うん、まあ、出雲とか、島根とか鳥取とか、あ、山口もらへん。うんうんうん、広島と岡山と、うんうんうん、中津国が中国地方の名前、うんうん、そうで、そのね、ごめん、今までのは余談です。余談です。はい、はい、はい、雨の方子さんについてちょっと、豆知識もあった方がこうね、皆さんも喜ぶかなと思ってあえて余談を入れたんですけども、はい、ですね、そう、大国主は地上の地上を治める、この天下の地上部分を治める神様なんですね、うん、この地上、うん、で、この地上を治める大国主に対して、まあ、天のね、上から見下ろして、うん、こう地上がね、なんかすごくざわざわと騒がしいと。で、地上にいる神様っていうのは、うん、言ったらこう現場担当なんですよ。で、上から見ている神様、天津神様は、うんうん、どっちかっつったらその現場をどうコントロールしていこうかっていう対立タイプなんですよ、うんうんうん、戦略を練るタイプなんですよ、うん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 、だから踊る大捜査線ってはい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 そう、だから現場タイプが国つかみ、こっち、うん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 、で、対立タイプが天津神なんですよ、うん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 、で、会議室タイプの天津神がこう司令塔となってこう国をね、こう治めていくっていう風な方針を天津神の方で決めたんですよね、うんうん、現場だけで
現場を統率する人だけだとやっぱりこう長期的な視点でうまくコントロールしていくことはできないから、うんうんうん、現場を収める人とこの上から戦略を練る人がこう協力し合うことによって国の長期的な視点でいい風に持っていこうっていうのを考えたんですよね、うんうんうん、でこの天津神の使者としてこうやってくるんだけど、アマテラスの長男が あんたが行きなさいって言って言われるんだけども、その人がね地上を見下ろした時になんかまだまだ現場がすごくざわざわしてたんですよ、うん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 、現場がまだまだまとまってなかったので、うん、まとまってない時にだから言ったらその現場をまとめるリーダーがいない状態でこの会議室タイプの人が行っても誰も言うこと聞いてくれないんじゃないかって思ったわけですよねうん、うん、それで結果的にちょっとじゃあ様子を見ようって言って、それでしばらく様子を見ることになったんです。それで、ね、その時にじゃあどうしようかな、じゃあ次どうしようかなってなった時に、うんうんうん、じゃあ今度は雨の保庇をちょっと市長と地上に送り込もうってことになったんですよ。おおおおおおお、なんかすごい人だそうで、雨の保庇はねすごい思いが強い人なんです。熱い男なんですよね、うん、こっちも男なの。そうそうそうすごいね情に熱い男なんですよ、うんうんうん、でそのホヒさんが来るんだけども、天上から 天から来るってこと。そう天から降りてくるの。その時に地上で頑張ろうとしていた、うん、地上をまとめようとしていた大国主に出会うんですよね、うん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 、そして大国主をサポートするって決めて、で、うんうん、大国主の国づくりを徹底的にサポートして、うんうん、結果的に大国主が国づくりをうまくできるようになったんですよ。お、サポートしたんだね。大国主の国づくりをとことんサポートしたんだ。星さんの場合はすごい応援団長って感じでした。へ、めちゃくちゃだから本当に大国主を徹底的にサポートしたことで、うん、国を中心として大国主が国をまとめ上げることができたんですよ。おお、なんかすごいんだけどそうだから出雲大社の現在の宮司さん、うんうんうん、神職さんがね第今80何代目かの神職さんなんだけども、うんうん、その第1代目初代の宮司として、うん、名前が残っているのが、うん、雨の保庇の御事なんですよ。保庇さんなの。そうだ、それは大国主をサポートしたっていう意味で雨の保庇が宮司という扱いになっている、うん、やばいななんかでも私出雲大社に何か惹かれるのがあって、んなんかそれだったのかな、分かんないけど。そうそう、だからホヒさんはそうやってサポートをして出雲大社を本当に大国主を盛り上げて国づくりをさせたっていうのがあるんですよ。へえ、すごいな、なんかみんな偉大だな若干でも星さんにはちょっと弱点というか欠点というかね何聞きたいんだけど星さんはすごいなんつうのかな、もう大国主に徹底的に惚れ込んでしまったので、うんうん、その大国主の国づくりにもう無我夢中になってしまって、うん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 、言ったら天津神からもう指令を受けてこの現場に来てるんだけども、うん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 、天津神戦略室に報告することを怠ってしまったんです、うん、もうそれどころじゃないっていう、事件は現場で起きてんだみたいな面白い。そうだからもうね、あの人みたいね、青島警部みたいね、織田裕二みたいな、へえー、ギバちゃんと織田裕二みたいな、そう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 、織田裕二みたいな感じでしょ、うん、そうそうそう、なんかそうそう、あの時の、うん、事件は会議室で起きてんじゃない現場で起きてんだみたいな感じのいうようなタイプの人が星さん。あ、私がそっち、そっちね。そうそう、うん、でもなんか分かる気がする、夢中になりすぎると周り見えなくなるそうすごい事故、この国つかみ出雲大社ではもう本当にあなたがいなかったら私たちはもういませんっていうぐらいにすごい大事にされてる神様なんですよ、うん、雨の保庇さん。出雲大社の宮司が
こう、うんうん、次の世代に移り変わるときにもちゃんと保妃の名前を立てるっていうことで、うんうん、宮司を交代するっていう神事があるぐらいにお人たちされてるんですけども、うんうん、天津神からめちゃくちゃな言われようなんですよね。報告を怠ったからお父さん、あいつ言ったらね、もう言ったっきり梨のつぶてで何も起こらない。そうそうそう、そういう方ですね。へー、うんうん、そうで、このね、雨の星さんが、うんうん、が稲葉の白うさぎのことなんですよ。え？稲葉の聞いたことない？ん？稲葉の白うさぎって聞いたことない？え、なんかさ、出雲大社ってうさぎさんいるよね。そう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 。出雲大社大国主はうさぎと出会うんですよ。うさぎ、うん、うさぎを助けてるんだよね。うんうん。うんうんうん。沖の島から来て、うんうん、その時にサメに乗ってサメの背中をぴょんぴょん飛び、こう飛びながら渡ってきたって言われて、うんうん、まあワニか、ワニの背中に乗って、うんうん、渡ってきたって言われていて、うんうん、で それは何かを表してるんだけども、沖の人たちの海の民たちの力を借りて渡ってきたんだけども、最終的にその海の民のこう、うん、をちょっとこう欺いてしまうようなことをしてしまって、それで最終的にこう海の民からこうやり返されるんですよね、うんうん、こうそれで傷ついた体になって、うんうん、そして白うさぎ海岸、白兎海岸っていう鳥取の海岸があって、うん、そこにたどり着いた時に、うん、国主に出会って、うん、国主に救われるんですよ、うんうんうん、そうで、そのことに保妃さんはめちゃくちゃ感謝感動して、うん、そしてこの人のために一生をかけて、うん、この人が成し遂げたいことをサポートするって決めるんですよ。あ、保妃さんがね、さんが、うんうんうん、だから実はめちゃくちゃ情に熱いっていうのもそうだけども、うん、この義理が恩返し、恩に対して報いるっていう気持ちがものすごい強いんですよね。受けた恩に対してとことん誠実に生きるっていうのが保妃さんの特徴、うんうんうん、それが実は白うさぎのこと、うん、と翔平さんは感じたんですね。そう、稲葉の白うさぎっていうのが、うん、雨の保妃の、やばい、ちょっとうさぎ大好きで、私、あ、そう関係あるか分かんないけど、うさぎ飼ってて昔、なんか関係あるのかね、よく分かんないけど、すごい大好きで。白うさぎって本当は漢字で書くと素のうさぎって書くんですよ。へえ、そうで、うさぎさんが大国主と出会った時に体を治す、傷ついたボロボロになってしまった体を治す、どうしたらいいのかって言われた時に、うんうん、このガマの方を下に巻いて黄色い粉のに包まれて体を治しなさいって言われたんですよね、うんうんうん、あ、その前に泉に、綺麗な泉に浸って水を浴びて、それで体を癒してから、それで砂にまみれなさいって言ったんですよ、うんうんうん、それがまさに鳥取県のその綺麗な池があるんだけども、その綺麗な池のところにすごい雨の星さんの神社が、それを見渡せるところにあるわけですよ、うん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 、で、その泉で体を休めた後に、このすぐ近くに鳥取砂丘があるのね、うん、鳥取砂丘、鳥取砂丘、うん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 、鳥取砂丘の黄色い砂が実はガマの穂の粉を表してるんですよ。なんかすごいな。そう、だからそこで鳥取砂丘でもうゴロゴロ本当になんか全てを手放して解放されて、うん、もう天津神のなんかいろいろ理屈っぽいことがもう嫌だったんですよね。なんか、うんうん、いやでもとにかくそういうのから一回全部解放されて、もう全てをもう本当に心丸裸で砂にまみれてわーってこう寝転んだ時に、うん、なんかようやく自分を取り戻していったっていうプロセスが、うさぎの本来の状態に帰ったっていう意味での白うさぎなんですよ。うん、素の状態に入った。稲葉の白うさぎの雨の保妃が本来の自分を取り戻したっていうプロセスを表している。だから鳥取砂丘とかもご縁があるかもしれません。うん、ねえ、鳥取砂丘ね、うん。出雲大社も行きたいね。うん、ぜひ。うん、そう、出雲大社の近くに、カモス神社っていうところがあるんです。カモス神社、
うん、神の魂の神社って書いて神、うんうんうん、そう、そこの近くに一つの、普通の人は知らない大事な岩倉があるんですよ、うんうん、そこが雨の保妃さんがその地に降臨したっていうふうに言われてる場所なんですよ。へー、うん、そこはね、はい、いつかそこはちょっとあんまりこう公開では言いたくないような大事な場所なんです、はい、あ、そうなんだね、はい、じゃあ別件で別件で教えてください。はい、はい、うんうん、ひろみさんがいっぱい、ね、うん、いっぱい書いてくれて、なんかうさぎっぽいように神社も大好き、へえ、うんうんうん、神社、うんうん、なるほどって納得してくれましたかね、うん、また山の白うさぎ、はい、はい、うん、そんな感じで ね、 そうですね、そう、だから本当にその恩に報いるっていう気持ちで、うん、すごいその誰かをサポートするっていうのが、うんうん、のほひさんの特徴かな、うん、おー、うん、あと本当にその人の夢を叶えたい、ビジョンを現実化してあげたいってすごい思う方です、うん、ああ、夢、その人の夢を叶えたいってサポートする、うんうんうん、応援する、サポートする、うんうん、あー、なんか納得だわ、うん、なんか星で例えて言うのは流れ星らしい、夢を叶える流れ星って、かっこいいな、なんか天から降りてきてるしね、本当にそうだね、天上の神様でありながら地上の神様にすごいね、応援する、うん、すごいね、なんか今翔平さんがね、一万にやさかにもって、ね、うん、応援したいって思ってくれている奈美ちゃんのものだなと思って、うん、ああそうだ、保妃さんそのものだね本当だ、ね、なんですよ、お世話になっておりますすごい、全部つながる、うーん、うーん、あ、行ったんだ、あきちゃんも鳥取砂丘も鴨巣神社も行ったってよ、うん、ね、うーん、もうそうなんだ、ご一緒したいね、みんなでね、ねえ、ひろみちゃんにね、したいね、したいね、うんうん、うん、すごい、でもなんかしっくりくる、いろいろ、でもなんかみんな立派、立派だなと、そうですよ、そうですよ、それがだから本当に自分自身のを表す神様なんで、自分と違う神様じゃなくて内在してる神様だから、そうだよね、それを生きてもらう、で3人目にしてやっとうずめが出てきました。やったこれちょっと順番も重要で、その性格的に、うんうん、一番やっぱり1番2番が大きい、うんうん、3番目がうずめちゃん、うずめちゃんなんで、うんうんうん、その今まできっとうずめ的にこう生きてなかったのかもしれないから、うんうん、最後に出てきたのかもしれないです。もう一回ごめんね、1番と2優先、んだから一番自分の中の成分表があるとしたら、一番成分濃いのが、うん、まあ、先に出てきたものほど濃いんですよ。そうそう、あ、そうなんだ、うん、じゃあ、ひぼこさんが一番濃くて、その次がほひさんで、3番目がうずみちゃんなんだ。そうなんです、はいはい、そうなんです、うんうんうん、多分今まであんまり出してこなかったんじゃないかな、うずみさんって、うんうん、そうだね、うん、今メキメキとうずめちゃんが、うんうんうん、成長中っていうか、うんうんうん、だからすごく喜びが大きいかなって思う。でももともとやっぱりそのね、ひぼこさんとほひさんがやっぱ強いんだなって、うん、強い、この2人が、うんうん、はい、それがベースにあってのうずめちゃん、うん、そ、それがベースとしてのうずめちゃんだね、なんかそれすごい深いなこの偉大な2人のまたそこにうずめちゃんが入ってくるみたいな。まあうずめちゃんの説明はね、かつてもしてるんだけども、でも本当に渦の目のごとくね、本当に何ができるか分かんなくても何かアクションをし始める、うんうん、他の神様がもうアマテラスが岩戸に隠れてしまって、もう何もできないって全てを諦めてしてしまう状況でも、自分に何かできることがあるんだって、とにかくまず一歩出してみる、やって、手を伸ばしてみる、動いてみる、それができるのがうずめちゃんなんですよ。だからそのうずめが踊ることでか、アマテラスの岩戸を開くことになるなんて分かんないじゃないですか、分かんないだってもうそれをだってもう踊っ
いきなりさ、うずめがさ、踊り出した瞬間にさ、絶対突っ込まれると思うんですよ。確かに。お前何やってんの？お前踊って何になんねんっていうふうに言われると思うんだけど、でも、だったらどうすんのって、何か他にあんの、うん、って、もうとにかくできることするしかないじゃない、うんうん、で、もうそれをね、もうただ感じるままに表現してた、うん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 。で、それを応援してくれる仲間もいたからこそ動けた部分もあるんです、うん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 。それが8人のメンバーだったんですよ。岩田。中でも8人の中の1人の岩戸分けっていう神様がもうそのチームの応援団長みたいな盛り上げ役なんですよね。うん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 、それでうずめがその動き始めた時に、いいぞやれ、お前が感じたままにやれ、応援してくれて、うん、そして、うずめさんが分かったやってみるみたいな感じで、うんうん、ママに、あ、なんかその辺にオケがあったから、あ、オケひっくり返したらなんかお立ち台になると思って、うんうん、ひっくり返してお立ち台の上に乗ってなんかその辺適当にあったこう笹の葉を取って、あ、これなんかいい感じとか言いながらこうやってこう振りかざしながらこう持って、うん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 、そのままオケの上でタン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 しながら持って、うんうん、それがなんかこう雰囲気が楽しい感じになってきて、うんうん、なんか初めはしらーっと見てた人たちも、うん、なんか、あ、なんかとりあえずやることないしなんか一緒に乗っとけみたいな感じで一緒になってこう、うん、さあ、楽しく手拍子し始めて、で、盛り上がってきて、で、だん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 ポジティブなエネルギーがそこを渦巻いていくようになる。うん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 、そしたときに、あ、それだったらこういうことしよう、あれだったら、あ、俺こんなことできるかなって言って、うんうんうん、一人一人の中で完全にネガティブで沈み込んでいて、完全に希望を見つけた人たちの中にも、少しずつ少しずつ希望の火が灯っていく。うんうんうん、まさに希望の渦めなわけですよ。希望の渦めなんですよ。だから一番好きな。そう。闇の中から希望を引き出していくっていうね、うん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 、この中にある希望を引き出していくっていうのがうずめの力の役割、うん、それをしたんですよ、うん、すごいな、ね、感じるままに動くっていうことが、うんうんうん、まさに絶望の中に希望を見出す力を、うん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 、頭で考えたら絶対それは起こらないんですよ、うん、特に絶望であればあるほど、うんうん、うんうんうん、頭でその絶望ネガティブになってた時に思考に入るとどん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 自分もそうだね沈んでいくので、うん、そういう時こそ頭を使わない感じるままに動くっていうことによって何か新しいものが見えてくる、始まっていく、うんうんうん、改めてこのなんかそのうずめとご縁があるっていうのはなんか翔平さんから言われてたけど、うん、なんか今回そのうずめの前に雨のひぼこさんと雨のほひさんがいるっていうのを聞いた後のうずめさんがまたすごいわーってなる私も最初あれうずめいないそうだよね、一番に出てこなかった、最後に来たみたいな、よかったよかったこんだけうずめうずめ言ってたんですよ、どうしようと何回も確認しました、すごい。でそのものの神様が3人いたんですけど、うんうんうん、あのもう一人ナミちゃんの中にいるんですけど、もっとこう意識するともっと生かされる神様、うんうん、でそれが弁財天様です。すごいな、また知ってますか？弁財天は聞いたことあるけど、どういう神様とかはあんまりよくわかんない、うん、あの七福神、そうそうそう、七福神の中の唯一の女性なんですよ、うんうんうん、七福神って基本的にみんな男ばっかりなんですよね。うん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 、6人いてプラス七福神の弁財天がいるっていう状態、うんうん、このね6人がねみんな個性的そうだよね、もう超変人揃いなんですよでも彼らは本当に人生を豊かに生きる、自分らしく生きている本当にこう素晴らしい人たちなんだけども、うん、でも個性が強すぎて、うんうん、だからもうあの彼らだけいると絶対ぶつかるんですよ。あ、そこにこう何だろう、そこの場をやわしていく力が弁財天の力なんですよね。弁財天ってもともと水の女神なんですよ。サラスバティっていう、うん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 、あのインドの方の、ね、川をの化身だったのが弁財天、あのサラスバティなんですね、うん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 、それがあの中国仏教の中に取り入れた時に弁財天となっていくんですよ、うんうんうん、基本的に
川の清らかな流れを表すんですよ。だからもうなんかその殺伐とした雰囲気の中にこうその弁財天がいるだけで、うんうん、和んでいく空気が、うん、和んでいくっていうのがあって、例えばよくね弁財天が音楽の神様に例えられるっていうのは、うんうんうん、音楽そのものがそういう力を持ってるからなんですよ。だから本当にカフェとかでなんか、ね、うんうん、川のせせらぎのような音楽が流れたりとかするとすごくいたりするじゃないですか。もしカフェに音楽がなかったら、うん、全然空気感違うと思うんですよ。うんうんうん、そうやってその弁財天がいるだけでその場の空気が和んでいく、うん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 、弁財天は何をしてるわけではなくて、ただなんかこう楽しく自分らしくニコニコしてるっていうか、うんうん、こうなんか自分がワクワクすることをただやってる、それこそ川の流れのごとくにただだと本当にそのあるだけっていうか、もしくはあるだけで、うん、周りがみんなの間にかこう空気がよどんでいた空気がこう和んでいくっていう、とどこみが本当にこうなくしてくれるっていうのが弁財天の力。すごい、なんか自分の波の実が、うんうん、言霊の、あの学びから水なんですって、はいはい、まさに翔平さんが言ってた自らが水となり、うん、清らかであることっていうのも最近知ったし、うん、あとなんかね冬ちゃんだったかが占いを何だったかな占いなんかこう、うん、Facebook にアップしてたのを私占いした時に私のエネルギーが水 100% だった、それにもなんかつながってんなと思って、うんうんうん、すごい。まだだから生かしきれてないみたいだから、それを生かすと良いって、うん、もっともっとそれを生かすといいんだね。中にあるけどもまだ生かせてないって。すごいなんかナミちゃんいるだけですごい明るくなるし、うんうん、すごい良くなるっていうのはすごい感じてます。そうなんだ、ありがとう。それをねもうちょっと生かすといいんだね。はいはい、うんうん、はい、すごい、うんうん、で、あとね、行かれると良い神社とかあとある神様っていうのをお伝えします、うんうん、はい、先ほど言わせていただいた網の紐神社の強化の神社もおすすめですね、伊豆市神社、そうそうそう、出る石の神社で伊豆市神社、伊豆市神社、はい、うん、これって場所どこでしたっけ、豊岡市兵庫県の、あ、兵庫県のね、はい、うんうんうん、はいはいはい、うんうん、その近くにももう一つ伊豆市神社があって、うんうん、伊豆市神社、うんうんうん、御伊豆市神社って書いて御伊豆市神社っていうのがあります、うんうん、はい、そこもかなりおすすめです、へー、うん、はい、でホヒさんは鴨筋、今度ね5月30日に行くんですけど ね、 あ、そうですね、ツアーで、へー、あの安子ちゃんも来るよ、おーおーおー、すごい、うんうん、はい、であとホヒさんのさっき言わせてもらった鴨筋神社、うんうん、うん、鴨筋神社、うんうんうん、あと雨のうずめだと椿大社、三重県の椿大社、うんうんうん、椿大社、はい、うん、三重県鈴鹿市にある、うん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 、あとね、弥彦神社は相当縁あるらしいです、おお、新潟ですよね。新潟、うんうんうん。で、ナミちゃんのその、うん、まあ格好性とかも期待するんですけど、うんうん、こう海の男が結構多くって、アマドクっていうんですけど、うん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 、海の民。うん。うん、で、その弥彦神社の御祭神が、うん、雨の籠山の御事って言って、うんうん、これもだから海の民の
うん、ボス。ボスみたいな感じで、ね、うんうんうん、ボスの人。かごやまのみこと、うんうんうん、はい。一番の大ボスは天の雨のほわかりっていうんだけども、ほわかりの何つったらいいかな、まあ、一応息子という設定になってるのが雨の籠山さん、うんうんうん、相当強い。これが何、過去生にいるってこと？いや、ね、あの守護してもらうといいみたいな。あ、この籠山の御事に、おそらくその海の民だった時代にその籠山を大事にしてたと思うんですよ、籠、うん、していただくために、うん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 、うん、っていうのもあって、こう参拝されることをお勧めします。特にここは、あ、今後はね、何度か行ってるけどね、はい、もう一回ね。はい、そうだから、その雨のほわかりさんがなんかいわゆる海賊王みたいな感じなんですよ。うんうんうん、みたいな感じで、それはもう、海賊を率いていくというよりはもう自分自身がもう特攻隊長じゃないけども、うんうんうん、冒険王みたいな、海賊王、なんかこうルフィのあの、うん、ゴールドロジャーみたいな感じの。本当にとにかくその冒険、どんなものよりも恐れずに立ち向かっていくっていう、うんうん、こういうもう冒険魂の方も全く恐れを感じさせないっていう、うんうんうん、そういう存在がほわかりさんなんだけども、うんうん、それに対して籠山さんはその集まってきた海賊たちをまとめていく統率力の、うんうん、とんでもない人だったっていうか、うん、もうだからほわかりさんはもう統率とかも考えてないんですよ。とにかく自分が突っ込むっていう感じなんですよ。うん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 、そうやってそういう海賊王に憧れて集まってくる仲間たちを取りまとめていくっていう統率力の魔物みたいな方が籠山さん。それ、その籠山さんに守護してもらうといい。みたいね。そうなんだ。面白いな。これがあるみたい。基本的にだからさ、こう奈美ちゃんがご縁がある神様とかってほとんど日本海側なんだよね。うん、確かに。何、日本海側？うん、おお。出雲にしたって豊岡にして、うんうんうん、全部こうね、籠山さんにしたって日本海側なので。へ、うんうん、面白いね、それもね。鳥取だから。うん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 。すごい。うんですね。うん。あともう一人、あの雨の日分けさんっていう方がいらっしゃって、雨の日分けさん、はい、その方も縁があるみたいです。うん、うん、ちょっと僕は日分けさんのことはよく分かってないです。ちょっとね、行中です、はい、ちょっとまだ無責任にもなってないし、うん、一般的には一般的にはこの神武天皇の時にあの伊勢を、うん、こう伊勢に遠征してきて伊勢の国を治めることになった神様って言われてます。うーん、伊勢、うん、そう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 、じゃあ伊勢神宮とかもあれなのかな。うーん、ちょっとわかん、伊勢神宮のね、もっともっとルーツ、うんうん、神宮とかに天照大神がお祭りされるむつとちょっと前の話、うんうんうん、うん、そう、伊勢の国を治めていた伊勢津彦っていう人と、まあ対立してというか、そこに交渉しに行って、そこの土地の娘を嫁にもらって、うんうん、で、この土地を治めることになったっていう方なんですよ。この人も男？男、みんな男多いな。男が結構多かったです、うん、男多い。次に奥さんをもらって、その時に奥さんを、うん、あの川の間、相手の領地と自分の領地の間である川の上でこの結婚式をしたっていうんで、うんうん、で国が一つになったってことで渡来っていう地名がついてて、それの元の名前、渡来県、渡来県、三重県になる前は渡来県っていう名前だったんで、渡来っていう地名の由来になったのがその雨の日分けとその土地の娘の結婚だったっていうぐらいの、もう土地の地名のね、起源説になるような感じ、うん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 、ちょっとそれぐらいしか分かんないです。ちょっと人格までは分かんない。だからはい、うんうん、うん、面白いな。うん、ちょっともう一つ男性の方でね、あのシワヒコっていう方も縁があるみたい。シワヒコ、シワヒコ、
またね。また聞かない名前だね。マニアックな。しわひこって、さしの、しに。あの、志に、波って書いて、で、ひこはひこです。しわひこ。うん、しわひこ。宮城の塩釜神社。宮城の、そうそう、仙台の塩釜神社ってところも、うん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 、一緒に近くにお祭りされているのが芝彦神社っていうのなんだけど、そこにいらっしゃいます。うんうん、はい、この芝彦さんはどういう方なんですか？芝彦さんもね、多分海を渡っていった方で、わかんないんですよ、これが。もう途中です。うん、うんうんうん、海なんか関係あるんだね。めちゃくちゃ関係ある。なんかいろいろ今までの人、なんか海渡ってきたり、あの天から地上に降りてきたり。基本的に全員そうじゃないかな、ほぼ。基本的になんかこう違う世界に行くっていう人が多い。そうかもね、そうかもね。だなと思って。うんうんうん、まあ、えずみちゃんは違うけど、ひぼこさんも、こひさんとかも。そうだね。うん。そこがなんか偉大。さを感じております。なんかね、本当ナミちゃんにアクセスするたびにこうやってしている、すごいかっこいい。そうなんだ。身内際でこうザブザブ。すごいな、ひぼこさん。それで韓国から渡ってきたんだよね、ひぼこさんはね。うん、なんか、うん、そうだよね、朝鮮から。ふふひさんは天井から。ふふひさんは沖から渡ってきたけど、あの島根の島。島根。うん、島根の沖ノ島って、あの新潟と佐渡島みたいな感じの、うんうんうん、そこから渡ってきてる。で、そこに多分、でもそこから直じゃなくて、そのもっと前は多分朝鮮半島のどこだと思うんだよね。あ、ほひさんも？ほひさんも。ちょっと朝鮮にご縁があるのかしら。かもしれないね。うん、からだから船を渡ろうとして、なんかこう流されて沖に流れ着いた感じ。へ、えー、うん、すごいな、国を越えちゃってんの。そう、神話は基本的にあのルーツが向こうのことが多いので、うんうんうん、雨っていう神様、あので天っていう字がつく神様は、うんうん、基本的にルーツの神様が多い。うんうんうん、うんうん、まあ、ほぼそうだと思う。すごいな、ちょっと。うんうんうん、なんかこれ無水とかするときとかって、うんうん、このご縁のある神様がいるところに行く感じ。まあそういう風な形でたどっていくと、そのたどりやすいかなと思う、うんうん、で必ずこの神様サラビーで出た神様が無水になるとは限らないから。あ、そうかそうかそうか、うん、そうか、必ずしも一致するわけではないけども、うんうんうん、っていう感じ。うん、神様セラピーはあくまでもその方の魂のリーディングとして、うんうん、こう、あ、この神様にこんな神様が、この方にこんな神様が、まあ、見えるなっていう感じなんだけど、むすひはね、なんかこうもっと奥にある神様を目指させるっていう感じなんですよ。ちょっとね、違うもの、うんうん、そうだね、ヒントにもなる。重なる人もいるし、うん、重ならない人もいる。バランスとか役割も違う。うんうんうん。そっか、無水の方もちょっと気になるなぁと。だからここをヒントにしながら気になるところに行くと、いい感じで無水になっていくのかなと思ったりもする。ああ、そうかそうか。そういう方も過去にいらっしゃいました。まあね、今回見てくれている、あきちゃん、はい、神様セラピー受けてくれて、その時に左にめっちゃご縁があるってことになる、うんうんうん、京都、そう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 、うんうんうん、そのまま伏見なりに来ることになって、うんうん、それで、あの、秋ちゃんに合わせてツアーを企画して実際に行って、うんうん、稲荷さんが無事、私だと、兵庫県の豊岡市の伊豆市神社とか。そうだね、まあ、もしなんか来れるんだったら5月30日の伊豆市。早い。いや、ちょっと早いな。ちょっと早い。でも多分ですけど、新潟でじゃないかなと。新潟で？うん。新潟またツアーするので、ね、
新潟も、うんうん、新潟は7月の、末ぐらい、20何日か、末ぐらい。7月、うんうんうん、うんうん。ちょうど7月末のイメージ。うんうん。7月、オリンピック期間ってずっと祝日ですよね。うんうん、あそこあたり使う平日、うん、ちょっとまだ決まってないので、うんうん、もし平日になるとしたら早めに言っていただいたらちょっと休み取らなきゃなのでわかりました。うん、OK です、うんうん、すごい。だから一応ね理想的に多分7月の多分26、7、8あたり。26、あ、平日だ。うんうん。平日、ちょっと、うん、ちょっとまだ正確な日は分かんないけど、そのあたり。そのあたり。うんうん。なって思ってます。うんうん。あ、ヤヒコツアーみたいな。うん、そうそうそう、ヤヒコツアー。うん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 。うん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 。だったらみんなね、声かけて、一緒に。うん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 。神様、神社ツアーとかもね。ね。うん。なみちゃんに会いたがってる人多いと思うよ。はい、うん、この機会にね。この機会にね。面白いかもしれないね。ねえ、面白い。うん。はい、いや、じゃあ次いきます、ね、うん。はい、どうぞ。はい、次はね、なみちゃんを守ってくださっている方がいらっしゃって。あ、まだあるの。私は無理でいた。はい、最後に。結構盛りだくさん、うん。盛りだくさんで。はい。はい、今のナミちゃんをサポートしてくださってるのが、うんうん、はい、龍神さんでした。龍神、龍、うん、はい、龍神の何の龍とかってあったの？まあ、いろ、え、どうしたんですか？まあ、龍神さん、うん、はいはい、なんか本当龍神って言ってもいろんなタイプがいるんですね、うんうん、色で言うと、うん、私のフィルターを通して見ると薄いね紫みたいな感じ。あ、龍神さん、はい、うん、そうなんです、うん、でした。うん、すごい、はい、なんか藤の色みたいな。うん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 、清らかなお水のエネルギーもあり、うん、おー、水に属性がある感じ、うんうんうん、と思いますね。うん、ひろみさん、やっぱりだってやっぱりあ、やっぱりってなんか見えてたのかな、ひろみちゃんあ、やっぱりそうなんだ。すごい。お水のあるところが好きですか？あ、水のあるとこ好きですね。なんか結構今ビジョンとかいろいろ描いてるときに、はい、なんか川があるところがいい、うんうん、なんか古民家に住みたいから古民家があって、うん、自然豊かな緑があって浅い川があるところがいいなみたいなって。でなんとなく、うん、と自分の行ったことがある神社、山形県に鶴岡ってところがあって、うん、赤城じゃない、出羽三山、うん、羽黒山、うん、あそこら辺にちょっとお友達と行った時にすんごいいいなここみたいな、うん、そんなイメージ、ね、うん、なるほどね、うん、水にはなんか惹かれるものがある、うん、まあでも本当、いや、あのひろみちゃんも書いてくれたけど、あの宝船は龍っていうね、あの弁財天が乗っている一方を運んでいる龍ともされているよね。へえ、そうなんだ、すごい。すごい、龍神さんも川とか行くと喜ぶんですよ。へえ、そうなんだ、すごい。あ、なんか持ってるやつ？これが、ん？七福神さんは、あ、乗ってる、乗ってる持ってるやつ？
琵琶持ってる七福神。で、これが船なんだけどね。あ、それが宝船？そうそうそう。あ、なるほど。これはね、竜じゃないけどね。これは竜じゃない。うん、なんか鳳凰っぽいのが書いてあるけどね。そうなんだ。面白いな。はい。なんかちょっと聞いてみてもいいですか？私、結構波乱万丈な人生を送ってて、で、二十歳の時に交通事故があってるんです。事故っていうか、車と車じゃなくて、こう、あの、店の中にいたら車が突っ込んできて、もう飛ばされたみたいな。で、それをなんかちょっと、運勢、四柱推命だか、三命学とかでなんかちょっと見てもらったら、もう二十歳で死ぬ運命だったとかって言われて、二十歳で死ぬかもしれなかったって言われて、でもその時に守護神が回ってきてた年だったから守られたのよって言われて、えーってなって、多分この竜とか今言ってくれてたいっぱいの神様にとかご先祖様に守られてたのかなみたいなって思って、感謝しないとね。そうね。もう二十歳死んでたかもしれない。よく生きてくれました。よく生きてくれました。そうそう。なんか余談ですけど、結構奈美ちゃんはその混んできた理由っていうのが、その今のご両親、うんうん、お母さんにすごい会いたかったらしくて、で今の家族がすごいなんかね、あの前の魂からすごく好きっていうか、ここに生まれたいこの家族じゃないぐらい、すごい家族が好きなんですって。なんか、まあいろんなことがあるけれども、その、それをまあ伝えてくださいっていうこともなりました。お母さんに会いに来たんだよっていうの、すごいな、できたんだよっていう、はい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 、で、最後にその龍神さんから今の奈美ちゃんにメッセージがあるので、はい、お願いします。はい、あ、ゆくちゃん代読させてもらいますね。はい。はい、うん。龍神さんから。はい。決して焦らないことだよ。慎重に何事にも準備が必要だよ。そして人が何と言おうとあなたの意思を大事にしなさい。人に惑わされない、左右されない、ぶれない。いつも自分の内側に足元に集中して。だそうです。ありがとうございます。はい、うんうん、ね、自分の意思を大事にして、はいはい、でブレずに惑わさない、内側そして足元に集中して、焦ることないよって、焦ることないよ。めっちゃメモしてる。あ、これあの、後でメッセージでも送る。あ、大丈夫。うんうん、メモしきれるのか。すごいな。はい。以上でございます。とりあえず以上でございます。すごい、ありがとうございました。いかがでしたか。いや、なんかすごい。すごいですね。なんか偉大な人がいっぱい出てきて、そうなんだっけ、最初の人、ひぼこさんからすごいね、国を治めてとか、で自分のなすべきこと、仲間を大事にして、責任感とか、そういうその異なる民族とかさ、違うルーツもの人もなとも一緒に国づくりをしましょうって言ってるのとか、
でも私もなんか今目指してるビジョンとかってそこだから、なんかみんな世界中が手つないで仲良くなればいいなとか思ったりするのって、このひよこさんと思ったりで、ほひさんはほひさんで本当仲間のを、ね、夢を応援するっていうところもやってるみたいなところとかね、うずみちゃんうずみちゃんだしとか、弁財天さんとか、なんかいろいろそのなんか聞いたことがない、なんか雨の日分けさんとかしわひこさんとかのこともちょっと知りたいなって感じました。お母さんに会いたくて生まれてきたっていうのが結構なんか体内記憶、今興味あって、なんかそれともつながってる、じわじわきますね。なるほどね。ひろみちゃんがなんか書いてくれて、偉大なすごい人、それがなみちゃん。そういうことなんですよ。本当にそういうことなんですよ。なんかね、なんかすごいね。すごいね。それをお伝えするのが、こう、神様セラピーなので。すごい。偉大すぎてなんか偉大すぎてえってなるけど、すごい。でもなんかでもな、しっくりはくる。そういう自分にやっぱりこうね、なんか向き合うというか出会うというか、そのために参拝しに行くっていう部分があって、自分の違う神様に参拝するんじゃなくて、自分の内側にいる神様に出会わすことによって、自分自身の中にいるそれを確かめていく、それが本当の参拝だと。ちょっとご縁のある神様。はい。ね、なんか個人的に気になった神社が、さっき言ってた岐阜県にある、南宮大社。南宮大社も気になるなと。もう一番近いからね、新潟から。あ、そう。いや、僕もね、南宮大社はすごい好きなんですよ、本当に。私もね、いろんな民族の方がそうなってて。で、ね、そのいろんな民族を一つにして、一つの大きな一羽馬の 国を作りたいって真に願ったのが、聖武天皇っていう天皇さんで、大仏をね、奈良の大仏を作った天皇さんなんですけど、もう聖武天皇さんがこのやっぱりこのアジアを一つにっていう思いをすごい持ってた人なんですよ。アジアスケールの発注、つまり民族が一つになっていくっていうことをイメージして大仏建立をして、大仏建立の開眼供養の式にインドのお坊さんを呼んで、それで国際セレモニーとしての大仏建立をやった。その時にその大仏にかける、大仏を作り始める時の最初のお水として、わざわざその南宮大社まで水を取るんだよね。すごいな。この水を取るってことは、そこのエネルギーにあやかるってこと、それまさにそこで出来上がっていた理想のコミュニティ、民族の違いを超えて一つになっている、小さいけれども一つのコミュニティからの何にの力にあやかって、を始めてるっていうのがあるんですよ。なので南部大社行ったら、その左の奥の方にね、ちょっと山に上がっていけるところがあるので、そこにまた社がいくつかあって、そこにもぜひ行くとしたら参拝です。ちょっと南宮大社、何気に一番気になってるのかな。やっぱ君が代の精神がそこにあるからね。なんかそれが大きいのかもしれない。でそれって別にその自分が気になるなっていうところから言って、もちろんそこが大事。ちょっと岐阜県、南宮大社からその伊吹山にかけてのツアーっていうのをしたいなとも思ってるところなので、6月ぐらいになるかちょっと分かんないけど、このなんだっけ、鴨須神社ってどこの県でしたっけ。これはね、島根県。ちょっと遠いんだね、島根県。出雲大社の近く。島根県の
嬉しく、うん、でも出雲大社も行ってみたいな。なんかいっぱい行きたいところがあるなんかうさぎに会ってみたいんですよ。あの、はい、はい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 、うんうんうん、今なんかその友達がなんか出雲大社行った時にうさぎがなんか銅像なんか可愛いのがあって、それが多分あの翔平さんが言ってたそのうさぎのことなのかなと思って、そうなんかうさぎ好きだしなんかちょっと気になるんだよね、出雲大社、うん、送り主さんとあのうさぎが出会ってるシーンの銅像があるはず、うん、うん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 、それが本当にそのウサギが送り主を見る視線が、ホヒさんが送り主さんを思う視線とすごい似てるっていうか、白兎海岸で、うん、そう白兎海岸、白ウサギ、ウサギさんと送り主が出会ったんですよね。それに感動してホヒさんがっていう、まあ、その下りがすごい好きだなと。救ってもらったの、本当に傷ついたから、うんうん、本当に癒してもらって救ってもらったから、うんうんうん、自身を取り戻させてもらったから、うん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 、出雲大社、うん、出雲大社と南宮大社が気になる、うん、でも行ったらいいよっていう言われた神社と違うんだけど何でもいいです、あの自分の、はい、の感じるままのうずめちゃん、はい、うん、すごいな、うん、すごいね、はい、うん、ありがとうございます。すごい初めて公開にも挑戦して見てくれる人もいてねえ、うんうん、ありがたいね。ひろみちゃんとかあきちゃんとかはいっぱいコメントくれてね。ねえ、めっちゃ書いてある。ひろみちゃんめっちゃ書いてある。出雲大社の裏にうさぎさんの像がいて、こちらの方がエネルギー感じたよ。ぜひ裏へ。じゃあ出雲大社かな。出雲大社行くならね、そう、島根の。出雲大社行くんだったら、その出雲大社の 本殿がある境内の右側に、うんうん、北島国宗家っていうあの、うんうん、出雲大社に代々神職の家系が2つ家系があるんですよ、うんうんうん、天下家っていう、で代々そこが2つあの同時に交互に継承していた人なので、うんうん、北島家っていう方の、屋敷跡もまた神社になってるんだけど、そっちの方がホヒさんをすごい感じる、うん、あ、そうか、ホヒさん、うんうんうん、うんうん、あれ出雲大社って鳥取、うん、島根じゃよく分かってないんだけどあ、島根、はい、出雲大社か南宮大社かな、うん、ぜひ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 調べてね、うん、まあ、とりあえず神様セラピーはこれぐらいのところで、はい、ありがとうございます。はい、ね、次回ね、またね、あのいろいろこの一万人やさかについてのことをね、うんうん、いろいろ一緒にね、さっきなんか動いていっているので、うん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 、その辺のことをね、思いを立ち合ったりしながら、うんうん、こう語り合う機会っていうのを作れたらいいな、うんうん、確かに確かに、はい、なんかそこの思いとなんかホヒさんがつながってるような気がして、うん、ねえ、だからホヒさんのなんかこう思いをベースにうずめさんの力を使ってくれてる感じですよね。ああ確かに確かに、うん、うん、で多分そのひぼこさんもなんか自分のなすべきことを仲間を大事にしてこう責任を果たしたっていうのも、うん、根源がそこにある、違うルーツも大事にして、みんなでこういろんなものを超えていやさかやろうって、そこなのかなみたいな、まさに、うん、だから1万人やさかでやろうとしてるのはまさに君が代の精神が、うんうんうん、みんなが本当にそれぞれ小さな意思を持ってそれぞれを大事にしながら、うんうん、みんなが一つになってつながっていくってこと、うん、聖武天皇が大仏建立のに込めた思いみたいなものと、うんうんうん、すごく重なりながらこれ動いてるので、聖武天皇があやかったのがまさに
南宮大社の金山比丘、うん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 、だから、うん、そこにやっぱりおひさん、あ、ひぼこさんも表明しながら、ね、国づくりに協力していた人だから、うんうんうん、偉大だよすごい偉大だ。それをね、受け入れること、確かにすごい、うん、そう、男の神様がね、ね、意外にも男の神様ばっかりだったけど ね, ね、うん、確かにすごいな。なんかちょっと自分の今ミッションとかを、うんうん、ミッションビジョン、うん、アイデンティティを今作ってるところで、うん、作るのか、これから作るんだけど、うん、なんかここヒントになるなと思って、あ、よかった。一回作ったのがあったんだけど、もう一回なんかこの神様のことを聞いたら、すごいなんか、うん、みんながつながって一つにってそこだよねっていうビジョンのところがね、うん、いや素晴らしいです最後なんかナミちゃんからお知らせしとくこととか、あ、お知らせしてること、え、どうしようか、お知らせしたいこととか、どうしようかな。私、マナユイって言って、受け入れ、認め、許し、愛してますっていう4つの言霊のフレーズを使った、まあ、カウンセリングとコーチング。まあでも、最近だと、なんか需要もあって、なんかそれを使わないでお話を聞いて、なんかその人の大事にしていることとかを引き出すって、なんかレポートして、なんかそういうセッションとかもやり始めていて、まあ、その100人モニターチャレンジをやってるんです。で、最大6、まあ、60分から90分で5500円でやってるので、もしあの興味ある方がいらっしゃったら、私に連絡いただければ、土日だけなんですけど、やっているので、はい。はい、思います。はい。はい。ぜひ。はい。うん。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。いやね、なみちゃんのエネルギーに触れるだけでも。うん。ね、こちらにも元気が。うん、そう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 。なんか最初の冒頭で一緒になんか矢坂一番上歌えたのがやっぱ嬉しくて。ずっと一人で家で歌ってたからねそれをね、あの大好きな一番がね、今結構しっくりはまる感じだから、それをなんか翔平さんと一緒に歌えてね、見てくれるみんなもね、なんかこうね、くれて嬉しいなと思って、ありがとうございます。いや、作家のね、渦もね、これから、はい、起こして一緒に作ってきますよ、めっちゃ。はい、作っていきましょう、ぜひ。はい。はい。ありがとうございました。じゃあ、和尚にしますか。やさか。和尚。和尚。元気だま。元気だま。はい。いきます。はい。やさか。和尚。元気だま。